どうも、あかつきです、今回はですね、日本の福島県にあるクラフト蒸留所朝霞蒸留所から発売をされている、ワールドブレンデッドウイスキー朝霞蒸留所 &4 をね、特集していきたいと思います。今なかなか日本の蒸留所が作るウイスキー、特にシングルモルトなんかは店頭でこう見かける機会も少なかったりとか、普段飲みにするにもちょっと金額がね高かったりっていう状況が未だに続いています。そんな中でこちらにある朝霞蒸留所 &4 はですね、海外原酒もブレンドされているワールドブレンデッドウイスキーではあるんですが、金額もそれなりに手頃な価格で、それから酒屋さんでもね最近よく見かけるようにもなってきているので、結構気になっているっていう方ね多いんじゃないかなと思います。今回はこちらの朝霞蒸留所の&4 をいろいろな飲み方で試しながら、同じくワールドブレンデッドウイスキーのこちらの1ローズモルトのねホワイトラベルとも少し比較をしていきたいなと思っていますので、以前から気になっていたっていう方はぜひチェックしていってください。それでは行ってみましょう。あかつきとウイスキー。こちらのワールドブレンデッドウイスキー&4を製造する朝霞蒸留所は、福島県の郡山市にある、笹の川酒造が運営をする蒸留所で、この笹の川酒造がウイスキー作りの免許を取得したのは戦後間もない1946年ということで、ウイスキー作りにおいてもかなり歴史の長い、酒造メーカーなんですが、特に1980年代の地ウイスキーブームでチェリーウイスキーというのがねヒットしまして、かなりね当時人気のあるウイスキーメーカーでもありました。ただ1980年代後半にはウイスキー人気がどんどんね低迷をしていきまして、笹の川酒造もウイスキー作りを一度やめてしまうんですが、2016年に創業250周年の事業として新たにこちらの朝霞蒸留所を立ち上げてウイスキー作りを再開しました。この笹の川酒造で有名なエピソードといえば、こちらにある1ローズモルト、今日本だけじゃなくて世界中でね注目を集めるクラフト蒸留所ですが、この1ローズモルトの前身でもある旧羽生蒸留所が経営不振によって一度閉鎖に追い込まれてしまうんですが、その時に羽生蒸留所にあった400樽の原酒をこの笹の川酒造が蔵に入れて守ってくれたおかげで、今のねこの1ローズモルトが成り立っているということになっているので、この笹の川酒造がその400樽の原酒を守っていなかったら、今の1ローズモルトもね誕生していないというふうに創業者の悪党一郎さんもおっしゃっているぐらいですね、この笹の川酒造、そしてベンチャーウイスキーの1ローズモルト、すごくねつながりのある蒸留所でもあります。そして今回飲んでいくこちらの朝霞蒸留所で作られる&4 はワールドブレンデッドウイスキーということで、朝霞蒸留所のモルトウイスキーをベースにスコットランドとかアイルランド、アメリカ、そしてカナダのウイスキーをですね、それぞれバランスよくブレンドをして作られるウイスキーでもあります。そのあたりはこちらの1ローズモルトのホワイトラベルとも同じような特徴も持ってますし、他にもワールドブレンデッドウイスキーでいうとサントリーの青とか、それから長浜蒸留所のアマハガンとかもね、結構代表的なものでありますけど、価格的にもこちらの&4 が、希望小売価格4,000円、そして1ローズモルトのホワイトラベルもね同じぐらいの金額なので、金額的にも、ウイスキーのね特徴的にも結構比べやすい銘柄です。ただ結構この&4面白い特徴的な製造方法もしていまして、通常ブレンデッドウイスキーなので、モルトウイスキーとかグレーンウイスキーをねブレンドして、作られるわけなんですけど、この&4は原酒同士をねブレンドした後に大きい、アメリカンオーク製のマリッジタンクというところに一度ね、再熟成追加熟成をして、そこからね、ボトリングをするという製造方法をとってまして、その追加熟成で使われる大きなねマリッジタンクも一度に全部ウイスキーを払い出すんではなくて、一定量ウイスキーを残した状態で新たにブレンドした原酒をもう一度入れて熟成をねどんどん繰り返していくという方法をとっているみたいで、これがすごくね面白い方式じゃないかなっていうふうに思いました。うなぎのタレみたいな感じでね、どんどんこう味わいが深くなっていくっていうような方法ですね。はい、というわけでこちらにある朝霞蒸留所 &4、 早速ストレートからね飲んでいきたいと思います。あかつきとウイスキー。はい、そしたら早速朝霞の&4開封をしてストレートでね飲んでいくんですが、一応ストレートだけはこちらの1ローズモルトのホワイトラベルともね飲み比べしていこうかなと思います。
アルコール度数は、こちらのアンドフォーが 47%、まあ、ブレンデッドウイスキーの中ではかなり、アルコール度数高い方ですよね。そしてイチローズモルトが 46% になっています。早速注いでいきましょう。この朝霞のアンドフォーはウイスキーフェスでね一度試飲で飲んだことあるんですけど、まあいろんな飲み方でねじっくり飲み比べたことがないので結構楽しみですね。そしてイチローズモルトのホワイトラベルも開けていきます。まあ、こちらのイチローズモルトのホワイトラベルはですね、まあ、富山県ではなかなか普通の酒屋さんにはね置いてないので、まあ、一般的に買いにくいウイスキーとされてはいますが、まあ、ネットなんかでね普通に結構適正価格で4000円から4500円ぐらいでね売ってるところもあるので、まあ、まだ飲んだことがなくてねどうしても飲んでみたいっていう方はネットで買って飲んでみてもいいんじゃないかなと思います。はい、そしたらまずはこちらの朝霞のアンドフォーからね飲んでいきます。あ、結構独特な香りがしますね。うん、甘さはしっかり感じるんですけど結構穀物の甘さとかそれからちょっとこうべっ甲飴みたいな若干こう懐かしいような、素朴な甘さを感じます。あとちょっと焦げっぽい感じも少ししますね。いただきます。うん、結構味が濃いですね。口に入れた瞬間はこう甘さがすごいしっかりと感じました。まあでもこう滑らかな蜂蜜とかそういうような感じではなくて、どちらかというとちょっとこうさっぱりめのさっき言ったこう素朴な、昔ながらのね麦芽飴みたいな感じのイメージですね。ただアルコール度数 47% ということもあってで少しこう味は濃いんですけど、若干アルコールのね刺激も、舌にピリピリっと感じました。まあそれがちょっと余韻にこうスパイシーさを感じる、ところにもあるのかなとは思うんですが、あとはちょっと個人的に少しこう牧草とか枯れ草みたいなねちょっと草っぽい感じもありますね。でもこう余韻にちょっとスモーキーさとかあとは樽のね、樽感みたいなものも感じるので結構思ったよりは、複雑ないろんな味わいがしてね面白いウイスキーですね。普通に美味しいです。はい、そしたら、次はですねイチローズモルトのホワイトラベルもね少し比べて飲んでいきます。かなりすっきりした香りがしますね。若干フルーティーさと、それから優しい甘さが感じます。いただきます。味わいとしては結構さっぱりな感じですね。まあ少しフルーティーさと、グレーンの甘さがね優しい感じなんですけど、こっちのイチローズモルトのホワイトの方が改めて飲み比べるとちょっとこうなんていうんですかね、バーボンとかグレーンウイスキーの少しエステリーな感じがすごく感じやすいかなっていうふうに思いました。朝霞のアンドフォーの方がよりこう複雑な、香りとか味わいが結構しっかりしてるなっていう個人的な印象はありました。まあスモーキーさとか樽感もねある程度ありますので、まあ、飲み応え的には面白いのはアンドフォーかなと思いますけど、まあ、もちろんイチローズのホワイトもね私も結構好きで、ハイボールとかもよく飲んでたので、まあ、どっちも美味しいんですけど、まあ、個性がかなり違うっていう感じですね。はい、ということでここからは朝霞のアンドフォーをもう少しね飲み進めていきたいと思いますので、こちらをロックとハイボールで飲んでいきます。暁とウイスキー。はい、そしたら、こちらの朝霞アンドフォーロックでいただきます。香りは結構さっぱりと爽やかな感じになりますね。
うん、ロックにした方が、まあ、若干アルコールの刺激は多少ありますけど、より甘さがねしっかりと感じるような、印象ですね。そしてストレートよりもロックの方が、よりこう樽のこう渋みみたいなものとか、あとは若干スモーキーさも、余韻にねしっかり感じますし、うん、ロック美味しいですね。まあ、ただやっぱりちょっと個性的な味わいだなっていうふうには感じますね。こうスコッチウイスキーのシングルモルトのこう例えば青リンゴっぽいね爽やかなフルーティーさみたいなものよりは、素朴な甘さと、まあ、樽っぽい感じと若干スモーキーさとか香ばしさみたいなものもありますし、個人的には若干こう畳のいぐさみたいなね、少しこう懐かしい香りもするような感じがしますね。まあ、その辺はあんまりこう気になるレベルではないですけど、まあ、そういったところが結構面白いなと思いました。はい、この後はねハイボールも飲んでいきます。はい、そしたら最後はハイボールで飲んでいきます。いただきます。あ、ハイボールにすると結構最初飲んだ瞬間は甘さをふわっと感じるんですけど、結構余韻はスーッとね優しく消えていく感じでさっぱりした味わいになりますね。そんなにこうスモーキーな感じも前面には出てこないですし、ロックで感じたこう樽のね、結構主張みたいなのもマイルドになって、うん、かなり飲みやすいハイボールになりました。かなり、優しくさっぱりとした味わいかなと思いますので、まあ、普通に2杯3杯ね、飲んでしまいたくなるような、そんなハイボールじゃないかなと思います。和食とかそういったあっさりとした料理に合わせるといいんじゃないかなと思いました。普通にねハイボール美味しいですね。はい、ということで今回はワールドブレンデッドウイスキーの朝霞&4飲んでいったんですが、まあ、個人的にはかなり、個性的なね面白いウイスキーだなっていうふうに思いました。どちらかというとホワイトラベルの方が、まあ、グレーンっぽい感じというかねちょっとバーボンっぽい、ニュアンスも感じたので、まあ、これは好みだと思うんですけど、まあ、ただ若干こう個性的な味わいもしたので中には少し苦手な方もねいるんじゃないかなっていうふうには思いました。まあ、ちょっと表現難しいですけど昔のこう日本家屋的な、こう畳の部屋で少しお線香がね焚かれているようなそんな香りもするね、面白いウイスキーでした。まあ、今だいぶ以前よりも流通もね、多くなって酒屋さんで見かける機会もね、結構増えてきてると思いますので、まあ、気になった方はね、一度ぜひ試してみてもいいウイスキーなんじゃないかなと思いました。これからもですね日本のウイスキー、特にこうブレンデッドウイスキーとかね買いやすいウイスキーの、特集も動画にしていこうと思いますので気になる方はぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。